新宿東口周辺ごつごつの皆さん、こんばんは。たまに、いや、めったにやってませんが、俳優やってます、山本太郎と申します。こんばんは。タバコを吸いながら少し耳を傾けていただけませんか。よろしくお願いします。12月16日に都知事選挙があります。東京の都知事を決める選挙があります。ぜひ選挙権ある方、有権者の方、投票に行っていただけませんか。そして選挙権を持っていない人たち、その人たちは選挙権がある人たちにぜひ投票に行ってくださいと声をかけてください。もう今東京都が変わらなきゃ嘘なんです。石原さんが随分な都政をやり続けてくれました。高齢者、障害者に対して400億円ものお金を切り捨てました。本当に大した思いやりです。そういう東京都からのバックアップがなければ生きていけない人いるんですよ。だから400億円ものお金がかかってたんですよね。それを切っちゃったんです。そしてその他何をやってくれたか、1400億円をかけて作った銀行を潰してくれました。ありがとうございます。それだけではありません。築地市場移転する、そんな話になってて4000億円も無駄遣いをして進展ゼロです。ありがとうございます。石原さん、東京都民の血税を使って、税金を使ってわけのわからないことをたくさんやってくださいました。そして福島第一原発が爆発して東京にも汚染があるんです。それは間違いないんです。30万ベクレルまでの汚染が発見されているんです。僕の友人、杉並区の友人の庭では1万7000ベクレル、そして近くの公園では、杉並区ですよ、9万ベクレル、1平方メートルあたり3万7000ベクレルの場合、それぐらいの数値の場合にはもう放射線防護服を着ないといけないんですって。そんなこと一切知らされてないですよね。東京がどれぐらい汚染されているかなんて伝えられない。そりゃそうですよ。本当のことがバレたらまずいから、みんなどっか行っちゃうでしょって。だったら知らないことにしておこうって。それってどう思います？いい加減にしろよって。都民の命を守るのが東京都のやるべきことじゃないんですか。都知事のやるべきことじゃないんですか。今本当に都民のことを考えて、都民の目線に立って同じ方向を向いてくれる人たちを都知事に選ばないともう終わっちゃうんです。宇都宮健治、宇都宮健治なんです。猪瀬直樹じゃない、宇都宮健治なんです。宇都宮健治さんは日弁連弁護士さんの集まり、そこの前の会長やったんですよね。そして闇金業者を相手に本当に困ってる人たちに手を差し伸べ続けた人なんです。お金にもならないようなことをずっと続けてきた人なんです。その人が今都民のために立ってくれるっていうんです。福島第一原発、東電原発で作られた電力は全て首都圏に流れてきてるんです。福島第一原発で作られた電力、福島県では使われていないんです。どうして福島に作ったか、答えは簡単なんです。危険なものは人口が密集しているところには作られない。だから福島が狙われた、それだけのことなんです。そして今回事故があって何が起こったか、東京に必要な電力のために福島の人々が、福島の子供たちが被爆させられたんです。東京都民の身代わりになったんです。言葉が悪くてすいません。でもこれが現実なんです。じゃあ東京都民は今回の事故にどうやって向き合うんだ、どういうけじめを取るんだっていう話なんです。宇都宮健治、都知事選の候補、都知事候補の宇都宮健治さんは原発即時廃炉なんです。おいおい、即時廃炉ってどうやってやるんだよ。東京都は東京電力の大株主なんです。
その力を使えば福島にある原発、そればかりでなく金ヶ崎にある原発も止められる。今東京都は、東京電力管内の皆さんは1ワットも原発からの電力には頼っていないんです。2012年今年の3月26日から1ワットも原発の電力に頼っていないんです。もう脱原発できているんです。なのであれば、どうしてまたわざわざ動かす必要があるでしょうか。今これだけの事故を起こした、そしてこれだけ汚染が拡散された。でも東京電力は、国は何か原発被災者に対してそれなりの保証をしたでしょうか。何もしていないんですよ。事故を矮小化するだけなんです。この同心円状、20キロ、30キロ、これぐらいしか汚染がないよっていうふりを続けているんです。とんでもない。東日本一帯に汚染は広がりました。ホットスポットが点在しています。岩手も、宮城も、福島も、千葉も、群馬も、栃木も、東京も、神奈川も、汚染されているんです。すべてではない。でも、ホットスポットが点在している。だからこそ、僕の杉並区の友人のお家1万7000ベクレル、そして公園からは9万ベクレルっていう数値が出たんです。こういう危険な場所、はっきりさせた方が良くないですか。東京に住むんであれば、どこが危険なのか、どこが危険じゃないのか、はっきりしないと危なくないですか。でも石原都政はそれをしなかった。そして石原さんの後継者である猪瀬さんもそれはしないでしょう。でも東京に住み続けるのであれば、どこが危険であるのかはっきりしてほしい。都知事候補宇都宮健治は東京都の汚染度をはっきりさせます。それをはっきりやってくれました。普通都知事であるなら、普通自治体の首長であるならば、人口の流出を進めたくないから、人に逃げてほしくないから、税収がなくなってほしくないから、そんなどこが汚染されてるなんかはっきり言いませんよ。でも宇都宮検事ははっきりと、東京のどこの部分が危ないのか、どのような汚染状況なのかってことをはっきりさせるって言ってくれてるんです。そんな人、そんな政治家はほぼいないじゃないですか。宇都宮検事に力を集めてください。宇都宮検事さんはいろんなことをやってくれています。原発のことだけじゃない、即時は撤退、原発からの即時撤退だけじゃない、そして土壌調査、どれぐらいの汚染があるのかってことをはっきりさせる、それだけじゃない。若者が朝まで踊れたっていいじゃないかって、当然ですよ。どうして締め付けるんですか。その夜遊びから、そのクラブ文化っていうものから、いろんなものが生まれてきたんですよ。そういうところからいろんなアーティストが生まれてきたじゃないですか。でも石原都政でそれは許されなかった、ことごとく規制された。でも宇都宮さんは若い人たちの想像力をもっと広げようという意味で、若い人たち、クラブでみんな朝まで飲んで踊ればいいじゃないかと、そういう時間って必要だろうって、そういう考え方の方なんですよね。宇都宮さん、そうですよね、はい、宇都宮さんじゃないでしょそうなんです。とにかく今もう一度、本当に弱い人たちに対して、その 1% の本当に魑魅魍魎と言われるような金の亡者たちのために優しい都政じゃない、そうじゃなく 99% の本当に一般庶民、我々の方を向いて政治をやってくれる都知事を選ばなければ、もうむちゃくちゃになってしまうんです。12月16日東京都知事選、必ず足を運んでもらえませんか。そして今あなたの身の回りにいる人たち、選挙には到底行かなそうな人たちにも声をかけてもらえませんか。そして宇都宮健治に皆さんの力をお借りできないですか。よろしくお願いします。